何と書かれたんでしょうか。はい、2024年問題に競争共に作るで対応すると書きました、はい、競争で対応するとはどういったことでしょうか、はい、これもう2024年問題についてはもうご承知おきのことだと思いますが、これは一つの企業あるいは特定の産業だけで解決できる問題ではありませんので、やっぱり未来をみんなで作るという意味で、まあ、共にこの問題に向き合って連携をして解決していこうということを思いを込めて書きました。特にですね、例えば物流効率を上げるといったときに、はい、一企業がコントロールしている積み荷の量というのは限りがありますので、必ずしもですね、トラック便がまあ満載で動いているわけではないとしたときに、企業の壁を越えて連携をして積み荷をまあ融通しながら積載効率を上げるとかですね、データ連携をしながらどこへ向かう積み荷が多い、じゃあトラック便をこちらに寄せようみたいなことが、まあデータマネジメントを業界をまあ超えて連携ができれば、ある意味この積み荷物流の負荷を少しでも下げることができるんじゃないか。だから労働環境としてもですね、例えば安全性の高い、まあ、いわゆる運転支援の、装備のついたようなモビリティをちゃんと提供できれば、あるいはラストワンマイルに対して有効なモビリティが提供できれば、モビリティの変革がこの24年問題に対して少しでもプラスになって、物流に関係されている方々の、働きやすさあるいはその効率が上がるような取り組みにならないかなというふうに思っています。この2024年問題というのは以前から問題になっていたことですけれども、ね、はい、今年という面で見るとどういったところが具体的に変わっていきそうですか。そうですね、もう本当に間近に迫っておりますので、はい、これまではまあ概念的、まあ、大きな流れとしてという議論でしたが、もうつぶつぶ一つ一つの具体的な取り組みに落としていかないといけませんので、もうそれがまさに各企業で始まっておりますし、特に自己会を中心にですね、業界連携の仕組み、連帯の雰囲気も出てきてますので、もう具体的なテーマが動き出す体制に入っているというのが、まあ、去年までの一つ少し違うのかなと思います。競争で対応するのを叶えるためにはどんなことが鍵になっていきそうですか。これはもう個々の利益というよりは、目的を共有するということだと思います、はい、目標をあんまり立てすぎるとですね、目標を達成するための手段というふうになっていってしまうので、何を目指さなきゃいけないのかということをフィロソフィーベースでみんなが理解をして、自分たちにできる何かを提案していくということ。で今実はある意味自動車産業内もですね、非常に風通しが良くなってますので、まあ、本音で、各社のトップがですね会話をできるような雰囲気もできてきてますので、そういう意味では本音の会話をする、これに尽きるのかなと思います。それがしやすい環境に整ってきたという、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。では一旦いただきまして、まあ、2024年抱えている課題や問題というのも様々あるとは思うんですが、一方でチャンスになることっていうのもあると思うんですね、はい、そういったものは今見えているものありますか。そうですね、これまでも、まあ、自動車産業をモビリティ産業への転換を図っていくということで、はい、やっぱり自動車産業の将来成長を促していくと、これはまあずっと取り組んできています。で、まあ、昨年モビリティショーが行われてですね、少しモビリティの未来の姿というのを、まあ、それぞれにお示しができたんじゃないかなというふうに思います。で、ああいうこうワクワクするような、まあ、モビリティが未来にも人の暮らしに役に立って安全安心な社会を作っていく、まあ、原動力になるんだというようなことが形になりつつあるので、そのエネルギーをやはり自動車産業がモビリティ産業に転換していくエネルギーに、まあ、変えながらオプチュニティを作っていくということだと思います。特にこれまではですね、ハードウェア主体のやっぱり産業構造をしていますので、これからソフトウェアですとか、まあ、SDV と言ってますけども、ソフトディファインドビークル、まあ、これが市場に普及し始めればですね、生活とモビリティをつないでいくような環境が作られたり、自分の生活がもっともっと行動半径が広がったりとかですね、新しいオポチュニティというか、まあ、体験がご提供できるんじゃないかなと思っているので、そういうことをぜひ促していきたいなと思っています。今までにない可能性というのを私たちも楽しみにしています、はい、ありがとうございます。